ああ、何もしたくない。ちょっとマリサ、人が作業してる横でゴロゴロしないでよ。だってよ、最近、めっきり暖かくなったし眠くてたまらないんだぜ。はあ、そんなことじゃこの競争社会を生き抜けないわよ。最低限の生活ができれば幸せだからこのままでいいんだぜ。これ以上生きても無駄ね。さてと、今日は最低限度の生活を実際にしている、イッチのスレを見ていくわ。お仲間か？ぜひ参考にしたいぜ。生活保護制度は、生活に困窮する方に必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的としている制度である。この制度を最大限利用することを進める発言をしているのが、2チャンネル創設者としておなじみのひろゆき氏である。彼の助言通り、制度を使用した一致がスレ民の質問に的確に答えていく。無能が底辺労働で虐げられる毎日よりよっぽど有意義な生活できると知れたわ。ありがとうひろゆき。そんな簡単に受けれないぞ。受けれるんだよな。生活保護の申請をすると、生活状況、預貯金、保険、不動産などの資産、扶養義務者による援助の可否、年金などの社会保障給付、就労収入、就労可能性など様々な調査が行われる。調査の結果で保護が必要かどうかを判断をされるのだ。申請すれば誰でももらえる、というものではない。受けれるやつは受けたらいいんじゃないの。止められたらどうするんやろ。停止から審査請求。停止解けるまでは貯金とバイトで食う。廃止から再申請か別の自治体行く。へえ、そんな手段があったんか。なら貯金しとかんとな。そもそも止められることなんてまずないよ。不正受給でもしない限り。いくらもらえるんだよ教えてくれ。地域による。大体家賃込みで10万から13万。まあ世間の目気にしないなら無敵やろ。世間の目とか言うけど、生活保護受けてるなんてわからんからな。生活保護受けてますってプラカード持って歩いてるわけじゃないし。わかるで。病院行った時とか、公共交通機関を利用した時とか。公共交通機関で生活保護バレる？どこの地域の話？こっちは割引とかないからな。病院は医療券でバレるがそもそもほぼ行かない。行きな。せっかくのチャンスなのに。特に歯医者。この機会に虫歯を全て直すんや。虫歯ない。歯石取りは気持ちいいぜ。歯の予防にも口臭対策にもなるし。貯金とか考えないのか？将来に対する不安はないのか？逆に無能なバカがやれる底辺労働に未来あるん？それなら生活保護も未来ない分、そっちのがマシやろ。家族にバレるじゃん。バレるというか縁切らな受けれんやろ。縁切らなくても親が扶養しない意思表示したら受けれるが。そもそも縁切るの定義が曖昧すぎるが。援助の可否を確認するため親、子、孫、祖父母、兄弟姉妹などの親族に役所から連絡が入る。だが、これは援助できるかの問い合わせであり、親族側には、答える義務も援助をする義務もない。傷病手当金で似たような生活を送っていたけどきついわ。社会から疎外感出るし生活できるギリギリの金しかないから不安が増す。生活保護最高とか言ってるやつは嘘やで気をつけろ。車持てない、好きなとこに住めない、金に余裕がない、買い物を楽しめない、高額なものも所有できない。ワイには無理やわ。たとえ時間が作れても趣味をやる金もないし無駄に過ごすだけやん。まあ欲がないんならええと思うで。テレビ見ながらごちゃん一日中でも十分楽しいし。あ、生活保護でもサブスクできる？ネトフリとかのことかい？別に契約してみるのは自由だが。クレカも事前に持っとけば今まで通り使えるんやろ。イエス。ただし生活保護受けてから作るのはまず無理や。当たり前だが審査通らん。ワイは半年働いて半年休む生活してるけど羨ましい。ずっと働きたくない。ネット回線とかどうしてんの？普通に固定契約してる。月4000円くらい。契約できるもんなんやな。これも受給前に契約してたんか？イエス。ぶっちゃけ勝ち組やろ。ワイも働きたくないわ。ちゃんと稼げてるなら働いた方がええよ。生ぽやと働いても収入控除がしょぼくてなかなか貯金できんわ。実家暮らしじゃ受けられないんやろ？無理やな。実家でもその世帯の収入と資産が最低生活費未満になれば受給できるけど。生活保護なのにドコモとかで高額プラン契約しとるやつおるから。サブスクなんてええやろとは思うわ。俺は携帯は au のポポ。月3300円。固定はビッグローブ光。月4000円。そんな感じやわ。生活保護って怖くないか？いつか生活保護なくなるかもしれないんやで。生活保護なくなるほど日本経済破綻してたら、ほとんどの人間がやってる労働もまともに飯食える状況ちゃうやろ。日本の現行制度の生活保護がなくなるとしたら、それは経済破綻ではなくて国民感情からやで。アメリカみたいにフードスタンプにしろ、とかな。自治体によっちゃ就労活動の報告書を書かされる。
中南海ハロは行ったとか。しかもそれを年下のケースワーカーに見せて言い訳しなきゃならんのやで。普通の神経してたら多分惨めだと思うよ。CW とはケースワーカーのことである。生活に困っている人が適切に制度を利用できるように支援を行うのが主な仕事だ。生活保護の支給が決定すると、定期的にケースワーカーの訪問を受けることになる。そうかな？働いたらほぼ毎日年下にもっと見下されてゴミ扱い。それなら年下のケースワーカーにたまに見下される方がマシ。この国の福祉は、何かあれば二言目には生活保護受けろだもんな。これほんま良くないわ。生活保護もちゃんと人材としての再チャレンジシステムとはなってないし、国は放置しっぱなしかんぱない。生活保護の仕組みが3段階ぐらい必要なんだよね。丸1、働きたいけど職がない。丸2、働けないけど、比較的健常者。丸3、働けない障害者。いくつや？ 25 やけどいけるか？歳は関係ない。金がなければいける。更新の検査みたいのあるんやろ？ないわ。一人暮らしは今の今月の電気ガスだけで2万5000とかやからな。生ポとかさっむいやろ。普通に電気ガス使って8000円やな。使いすぎやろ。生きがいも見つかるといいな。一致は何不自由なく生活できているように見える。生活保護の目的通り、最低限度の生活が保障されているからだろう。もう一つ、生活保護受給者が立てたスレを紹介する。心療内科にかかっているという一致。彼が一生懸命に性にしがみついている様子が伝わる内容だ。生活保護質問すれよく見るけど俺は煽りなしで答えます。知ってることなら特定されない範囲で何でも。いくらもらえんの？12万ちょい。12万しかもらえないのか。バイトした方がよくね。メンヘラったから人と関わるのが怖い。現金貯め込んでる？ない。あるやつもいるんじゃないかな。家賃払ってんの？もちろん。毎月の受給費から払ってるよ。俺は障害厚生年金で暮らしてる。だから将来、生活保護の可能性も十分にある。生活保護のバッシングが多いのは100も承知だが、生活保護の国の負担額がかなり多い医療費についてはどう思う？医療費0円より、1割負担とはいかなくても、ちょっとは支払う方がいいと思うのだが。それはそう思う。でも医療費負担となるとかなりきつい。終わる。まあ終わって当然の立場だとは理解してる。その分生活扶助を多く支払うことになるだけよ。まあやっぱりきついよね。俺も自立支援制度で1割負担だけど、やっぱきついもん。ただ医療費0円がかなり国の負担額を占めてるから、根拠のないバッシングを防いだり、ちょっとは改善できるのではと思う。でもまあ、生活保護をめちゃくちゃに叩いてる人たちは本当にふざけんなと思う。12万なら家賃抑えればそれなりに金を貯められるだろ。家賃扶助込みの金額だから安いところにしても変わらんぞ。ダメだな、人間ってどんどんダメになっていくんだよ。情けないよ。家賃抑えるって引っ越すってことだよな。引っ越しがタダでできるとか思ってるの？引っ越しはほぼタダでできる。引っ越し業者でかかる費用、新居の初期費用がほぼ全額出る。もちろん初期費用は上限額があるけど引っ越しが認められればね。してない。このまま、布を待ってる感じ。ただし、する勇気もない。両親はおいくつになられるんですか？ 60 代後半。なんで働かないの？人とあまり関わるのが怖くなってしまった。特に仕事で。毎月就職活動強制されるの？働き口がないって理由だと受理されないよね。心療内科の先生がストップをかけてる。ケースワーカーも先生と話してる。特別な理由がない限りは就職活動して報告する決まりってあるの？理由がないと就労支援を受けさせられるみたいだね。なんで生きてんの？布が怖いから性にしがみついてる。生活費の内訳。家賃4万5千。教育費3800。3800の中に水道費込み。ガス電気7000。通信費8000。あとは食費や娯楽費。どこ住み？貯金できる？関東。しようと思えばできるだろうね。してる人いると思うよ。どういう理由で医者はケースワーカーに就職活動やめさしてるの？無理強いしたら彼は辞するかもしれません的な？もともと仕事が原因でメンヘラった。先生とケースワーカーが何を話してるかはわからないけど。先生から言われてるのはまだ働くには厳しいねと。車の免許は持ってるんですか？ブルー免許？ゴールド免許？普通は免許ないよ。船舶なら昔取ったけど。生活保護受けれる基準が知りたい。メンタル面の問題だけでも受給できるなら基準ざるすぎると思うんだが。俺が知ってる範囲でいいかな？まず貯蓄も何もない。頼るあてもない。明日の生活もままならない。その状態で役所へ相談。とにかく役所は受けさせないようにあの手この手で攻めてくるから、もう無理ですどうしようもないと一点張りをする。
親は金持ちなら無理そうだな。仕事なんてせずに一生怠けて暮らすのが夢なんだわな。中途半端な立場が一番辛くて下に振り切れてたら逆に楽になるのか。親が金持ちでもその親が一切支援してくれないなら関係ないよ。医者を騙せれば生活保護暮らしが満喫できるわけか。そういう考え方もあるだろうね。不正に受給することを目的に嘘の申告をした場合、不正受給分の返還だけでは済まず、生活保護法により罰せられる可能性がある。3年以下の懲役または30万以下の罰金、さらに悪質な場合、詐欺罪などの刑法が適用される場合もある。不正受給は絶対にやめよう。自分は親のストレスで慢性蕁麻疹で薬ずっと飲んでるだけど、世帯分離して一人暮らしして心療内科でうつ診断してもらったら、生活保護受けれるかな？心療内科次第。働けないと医師が判断して現状生活ができない状況なら、最初は医師の判断がなくても貯蓄も収入もない。このまま行けばホームレスしかないということなら受けられると思う。生活保護もらいながらバイトってできるの？できるよ。でも稼いだ分報告してそれに見合った額を翌月または翌々月に引かれる。引かれるならノンメリットだし誰も働かないじゃん。でも12万でも十分暮らしていけるだろうし本当羨ましい。ネットさえあれば暇はしないからね。そんなことない。バリバリ働いて稼いでる方が絶対に楽しい。持ち家とかはどうなんだろ？10坪あたりのしょぼい家だけど家賃分の保護費減るけど OK なのか、売って金がなくなってからの話なのか、翌年よりが生活保護受けてるけど長屋並みの持ち家やったりしないのかな。土地みたいな固定資産があると受けるのは難しくなってくるかもね。車とかもだね。資産を持っていると、生活保護の受給は難しい場合が多い。10万円以上の現金、貯金、有価証券、住んでいない土地、保険、高級な装飾品が資産に当たる。住んでいる持ち家は受給が決定した後もそのまま住めるが、手放した方が良いと判断された場合はそのようにしなければならない。ごめん連続だけど今どんな家住んでるのかな？興味で聞きたい。1K のマンション。24世帯の3階建て。ユニットバス。俺も申請はしていないが、相談になら3回ほど行ったことがある。不正受給があるから水際作戦でとりあえず受けさせないように説明してくるのは十分わかるんだが、一人はろくに話も聞かずにゴミ扱いの対応はやめてほしかった。行くとまずは相談員と話すことになる。その人たちがストッパーみたいな感じ。そこをクリアするとケースワーカーが出てくる。ケースワーカーまで行くとトントン拍子に話が進む。お外にお出かけするのは、何日に1回くらいで外出することが平均的に多いんですか？あまり外には出ない。すぐ近くのスーパーに数日に一度くらい。ナマポって一度なれば、沼で続けられるの？それはその人次第じゃないかな？俺はどうなるんだろう。先なんて真っ暗でわからんよ。何もやる気しないし人怖いからじ。まで考えてるけど、親は元気で、俺の仕事手伝えとか言ってるんだけど生活保護無理？多分無理。それを言ったらまず親と相談しなさいと言われて終わり。すぐ近くのスーパーに数日に一回くらいですか？なら少ないですね。スーパーで売ってる甘いもので何が好きなんですか？バッカス、プチのチョコチップ。もらうときなんて言ったの？減らったんで生ポ受けさせてくださいって。仕事辞めて自暴自棄になってアパート追い出される寸前まで行った。それで相談。デスクトップ PC とギター所有しながら生活保護受けれる？受けられると思う。ただ余計なことは言わない方がいいかも。ギターもあるし PC も持ってるんですよとか。ギターとか PC とかまでの細かいことは俺は聞かれなかった。PC あったけど。高額なものは指導入る。普通の PC やスマホは普及率高いから OK。車は許可が必要だがど田舎とかじゃなきゃ基本通らない。ギターは知らん高いなら売れって言われるかもな。ケースワーカーさんかな？ギターは PRS とかギブソンフェンダーのカスタムショップとか売って高額なことを知られたら売れと言われるかもね。この6ヶ月以内くらいで、スーパー、コンビニ以外で行ったりしたお店はどんなところがあるの？ドンキ、ダイソー、マックは1回行ったかな？前にも聞いたかもしれないけど、改めて聞かせて。これから保護申し込むんだけど、クレジットカードのカードローンって調査対象になる？プロミスとかの消費者金融ではなく。なるってかそういうのがあるから生活できないってのが理由で断られることはないんじゃないかな？借金ローンがあろうがなかろうが生活できないってのが前提だと思う。正直羨ましいです。自分に意図として長い期間過ごしていますが、父親の稼ぎがいいので、生活保護はもらえない人種になっていますので。好きなお酒は何があるんですか？ビール好きだよ。薬飲んでるしあまり飲まないけど。まあ飲んじゃう時あるけど。クレカとか持てないしバレたら打ち切られるぞ。生ポ受けたい22の実家フリーターなんですが、とりあえず一人暮らしして共産党に駆け込めば申請通してもらえるんですかね？働けるなら無理かな。
生ポを蹴るためだけにそういうことするのはおすすめしないよ。生ポって思ってるほど良いもんじゃないよ。借金の返済に保護費を使うのは認められないからな。まず自己破産なりしてからクレカも借金と同じ扱い。そんなことないと思うけど、保護費から少しずつ返済とかケースワーカーに言われるよ。前住んでたところの滞納分の家賃とか。マジで？そこんところ詳しく。俺は借金ないからカードとかローンはわからないけど、例えば100万以下とかだとまず自己破産が認められないと思う。生活保護受けても返済義務はあるわけだからそこは少しずつ返済しましょうねってなるんじゃない？俺の家賃滞納分の返済と同じようにね。滞納額が債務整理するほど高額じゃないとかか？高額なら間違いなく自己破産を促されるだろうね。同類かどうか質問してる。生活保護は借金があっても申請することができる。しかし、生活保護費は借金の返済に充てることはできず、万が一返済をしてしまうと不正受給とみなされることもあるので注意が必要だ。借金がある状態で生活保護の申請をする場合、返済義務はなくならないため、借金の額に関わらず自己破産を選択することが多い。人と関わるのが怖いって具体的にどんな感じなの？仕事でうまくいってたんだけどちょっと病んでしまって。自分で言うのもあれだけど昇進も早くて周りから俗に言うちやほやされてたんだけど、休職から復帰したら居場所がなくなってた。まあ自業自得だね。申請するときしたときの親のリアクション。会ってないからわからないんだよね。かなり昔から。でも連絡は行ってるんだよな向こうに。だね。そう言われたしその時の親の反応がどうだったとか、そういうのは一切こっちには知らされなかったよ。それなら気が楽でいいのかね。そうだね。どこまでの親族に連絡が行ったかはわからないけどね。そっか。公営団地とか住めるの？これ最後に答えます。公営団地とかって抽選とかあるよね。そこに通って役所が認めれば問題なく住めると思う。そろそろ寝ますね。ありがとうございました。いろいろありがとう。かなり勉強になったわ。おやすみ。2022年12月、厚生労働省は5年に一度見直している生活保護受給額の試算を示した。試算を当てはめると都市部在住の単身75歳以上の世帯を中心に、最大 8% 減額となるという、そのニュースを受けて立てられたスレを紹介する。生活保護に否定的な意見が多い中、一致はその必要性を強く訴えている。日本がどんどん先進国基準から落ち続けている模様。生活保護費、都市部の単身75歳以上は最大 8% 減。厚労省試算。いいぞもっとやれ。低すぎる生活保護の補足率と支給額。75歳以上だと本来もらう税前悪化見される税と違うぞ。在日外国人とか削ったらいいんじゃないですかね。補足って何にどう使ったかとかその辺なんかな。普通に老後の蓄えもしてない方がどうかしてるってだけの話だと思うけど。利用者数、貧困者数、最低賃金以下の収入のうちどのくらいもらってるかか。だいぶ低いのな。そこを改善しないと経済は改善されないね。まずは親族への連絡、扶養義務を撤廃しないとそもそも日本は最低賃金からして低すぎる。もらいすぎなんだよ。生活保護者なんか3万ありゃいいだろ。こいつ一人暮らししたことねえんだろうな。フードスタンプにしろや。廃棄処分されるやつ食わせとけ。フードスタンプとはアメリカで低所得者向けに行われている貧困対策の一つである。正式名称は補助的栄養支援プログラムという、食品購入時に使用できるカード型の金券が配布されており、ほとんどの店で使用することができる。これでいいから生活保護受けたいわ。外国では扶養義務などで親族へ連絡がいかないから補足率が高い。賞味期限切れの廃棄とかもったいないからあげればいいのに。全年齢でもっと減らしていい。半分にしろ。もらいすぎなやつはもらいすぎ。足りない人は足りなすぎ。ちゃんと適正に配ってるか精査しろ。細かく調べれば調べるほどコストがかさんで逆に税金を多く投入することになりそう。というか施設に閉じ込めて集団での職業訓練でもしてやればいいよ。働けない系はそれ専門の施設で、税金はそういうものに使うべき、配るだけではダメだろう。まず意味もなくニートしてるやつには配んなよ。不正受給しに行くやつ多すぎだしがっつり減らしていいわ。先進国失格だよそれ。ニートのお前が不正受給したいだけにしか見えん。俺はニートじゃないし無意味な妄想はやめような。生活保護は経済の優秀な循環装置の役割がある。これを減らすことはむしろ日本全体にとって悪影響がある。不正受給の割合は 0.4% 程度だぞ。まあ当然認知できてるのが 0.4% なわけであって。実際はもっと高いがそれでも数パーセントだろ。だからといって不正受給を容認するのはお門違い。容認するなんて一言も言ってないが。え？不正受給者が許せないから生活保護廃止しろって言いたいの？
不正が横行するようなら制度のあり方について議論されるのは当然だろ。感情論抜きで減らす合理的な理由あんのかな。もらいすぎだろと言うだろうけど、むしろ最低賃金が低すぎると考えた方が正しいと思う。あと受給者のうちこいつにはやるなというやつがいるのもわかるが、これとは別問題。生活保護費ゴリゴリに削って社会復帰できる仕組みに金をつぎ込もうぜ。お前らが批判する主な理由はずるいからなんだよね。それならお前らももらえばいいだけ。もちろん俺も気持ちはわかるけどね。ちなみに俺はもらってない。自閉症で生子もらってるやついるけど、新幹線でアニメイベントに参加してグッズ買ったりと優雅な生活してたな。障害者は別にもらっていいだろ。悠々自適な生活を送ってらっしゃるなぁと思った。まあ減額されるならざまあだけどね。生活保護が悠々自適って君子供か貧困層でしょ。フルタイムで働いてても収入低いなら差額分生子もらえるから相談してき。子持ちとかでも一律で同じなの？受給者の状況によって変えるべきだよね。世代構成、年齢、手帳の等級、居住地、居住形態などなどでめちゃくちゃ変わるよ。よくわからんけど障害者手当イコール生活保護費？障害年金もらえないやつで働けないやつが生子もらう。障害年金もらえるやつも生子受けれるけど金額調整されて意味ない。対象者が増えまくってからベーシックインカムに移行するよ。単純な金額よりも医療費免除がでかいからな。保護費云々もだけど医療費がえげつないわ。病院側も本人負担ないから高額な治療をガンガンやる。本人たちは病院で診断書もらえば給食活動しなくていい。処方された薬を転売。すごいシステムだよ。トリクルダウンが起こらないことはアベノミクスで十分わかっただろ。ボトムアップ、つまり消費率の高い人間の所得向上及び格差是正が重要なわけ。とりあえず地方自治体に事業を投げないで国で一括管理したらどうですかね。物価上がってるのに支給額減らしたらダメだろ。切り捨てるかちゃんと保護するのかどっちかに舵取りしてほしい。中途半端なんだよ。なぜなら日本に資源はないからだ。この先少子高齢化でさらに弱者救済なんてお先真っ暗だと思わんか？障害者雇用があるのだからそちらを使い生活保護費なんてのは、年齢基準をつけ高齢者には経済回してもらった方が良くないか？少子高齢化だからこそ弱者救済が必要になる。経済というのは消費率が高い人間が回してこそ回るもの。消費率が低い人間が大きな富を抱えていても経済は回らない。OECD も格差は経済成長を抑制すると結論付けている。大半は蓄えがなくなった高齢者とか十分な稼ぎがない障害持った人たちでしょ。やばいよ。底辺職が金貯めれるように賃金上げやられたら、家賃も上がるわ。ゆくゆくは不動産価格爆上がりからのインフラ来るな。もはや先進国じゃないレベルなんだから生活保護廃止して、自分で生活できない人は山で何か取りながら自給自足したらいいんじゃない。少ない人間をさらに甘やかすことがどうしても成長につながるとは思えないのよ。言ってることはわかるよ。金を回すのはとても大事だし、だけどどんな形であれ働ける人間は自立した方が国のためじゃないかなと思うだけ。廃棄される食料でも渡せばいいのにな。そんで発電でもしてもらえばいい。無能はマイナスを生産するだけだから自立しないで消費者になってくれた方がいい。日本はニート率も低く真面目な人間が多い。甘やかすのではなくセーフティネット、あくまでも生きていくための最後の砦だよ。それを否定するならもはや先進国とは言えない。じゃあ精神病認定をして追い出した大手は罰しなきゃな。保護される人間作っておきながらお咎めなしは通らんだろうに。まず給料上げろや。生活保護はどうでもいいが公務員の給与も減らせ。でもよく考えろよお前ら。生活保護まで落ちるようなやつがまともに仕事できると思うのか？そして犯罪を犯さないという知能があると思うのか？無敵の人を締め付けすぎると標的になるのは大抵その辺歩いてる人間だぞ。生かさず、さす程度の現状維持で優位すればよくね。実際貧困層が犯罪に走らないためでもあるしな。無敵の人がこれ以上増えて治安悪化したら経済どころじゃないし。そのうち犯罪だらけになりそうだね。ブラジルみたく警察も逃げていなくなる。生活保護で食えなくなったら食うために牢屋入ろうとするやつ増えるだろ。今でもちょいちょいいるのに。刑務所に入ることが生活保護と同義になる時代来るな。無敵の人で溢れる。見せしめに弱者の生活を厳しくして誘因を下げさせて、目下の値上げとか生活苦から目をそらさせる作戦かな。見せしめ効果なんて大してなかろう。一億総貧乏みてえな状況だからな。不満がなくなるわけがない。まず高齢者の医療費削ろうや。高齢者の保険料の上限を15割くらいにすべきと思うわ。収入、資産に応じてあげる。金ない奴は今まで通りでいいが持ってる奴からは取らんとやばい。まあ今の民主主義では不可能も不可能だけども。日本の医療費の公的負担割合はアメリカ、ドイツ、フランスより低い。世界一の高齢化国にもかかわらず、
そもそも医療費だって医者や看護師等の賃金にもつながるわけで減らせばいいというものではない。世界の医療費の公的負担割合、国別ランキング、推移、OECD。増税なんかよりもどんどん福祉削ってけ。ついでに医療費も4割負担にしとけ。お米券じゃダメなの？現金支給じゃなくて現金化できないカードとかにすりゃいいんだよ。そうすべき意義が一つもない。余計に経済は悪化し犯罪率も増加するだけ。お米券にしたら、そのお米券を買い取る業者が出てきて市場になる。生活保護は健康を根拠にした社会保障だから年金より安心。って言ってたバカどうしてるかな。沈むの確定してるのにな、この国。国批判はしてもそこは見えないふりして生ポに期待してるニートやらは困るだろうね。国に期待は危険すぎる。頼ったり利用はしたとしても好んで全任せはやばい。3玉100円ぐらいのうどん食っとけばよくね。俺はフリーターの頃はこんな食生活だったぞ。もやしの生産者って安いイメージが広まってスーパーも客寄せにしたくて。今の安い値段じゃ苦しい。本当は適正価格に値上げしたいって言ってた。生活保護自体が悪いとは言わんが不正受給するやつは悪い。国の税金で生活するなら、収入支出報告と領収書提出してネットに全員分公開しろ。個人情報。それが嫌なら自力でなんとかしろ。支出報告書の作成の義務化はいいかもしれんね。市議会議員に暗室ししとくわ。公開はともかく収支報告書は当然だよ。そもそも他人の金で生活するんだもん。その上で赤字になる生活だったらさらに支援してもらえるかの検討材料にもなるし、面倒だからとか役所の仕事が増えるってのは論外。提出文書を全部見なきゃいけない役所の不遇。これは是正しないといけないと思う。生活保護の支出報告書の場合は不定期で過人を行うということでいいと思われる。問題はどうやらせるかだと思うのです。やらなきゃ警告の上でカットでしょ。役所チェックに関して言えば抜き打ちでもいいかもしれんけど。日本が先進国とかいつの時代の話だよ。切り詰めるとこから詰めてかないと。沈む船にしても目先のこと考えたら沈み切るのは早まるぞ。切り詰めるとこ間違えちゃいかん。経済はギリギリまで回さんと。支出を子供手当とかに割けばええやん。有意義な未来への投資や。もちろん子供への支援は超大事。生ポのやつのガス抜きも大事。余裕ない国だからこそ目先も未来も考えんといかん。無駄な中抜きや年寄りの優遇措置やらわけわからん国の事業とかは変えんとな。まあ平均年齢40後半くらいのこの国で民主主義的に絶対許さんだろうけど。生活保護を叩くという精神がもう貧しいよ。日本は自己責任論が蔓延しすぎている。かつて日本に存在した助け合いの精神をどこに捨ててしまったんだ？それについては反論するわ。捨てたんじゃない、壊されたと言っていい。遡れば村社会に陰りが出てきたのは戦後あたりだな。個人主義の台頭のおかげと言い換えることもできる。この国だけではないよ。先進国や衰退国はどこも個人主義最強。資本主義とも相性いいしね。共助の精神取り戻すのは大事だね。ちょっと大きめの臨時収入あったら 50% 近くぶっこ抜かれて、コロナ対策金が余ったから防衛費に使うとか言い出し、ガソリンに暫定的な税率とか言って永続的に増税し、国の借金が船長だの連日流れ、物価の値上げで生活が厳しくなり、通りにある店とか油断すると閉店している。こんな中で働かずして生活してますなんて言うたら、そや誰しもいい気がしないわ。生活保護自体は削るべきじゃないよな。不正受給は徹底的に取り締まるべきだけど。これからは生活保護に代わる民間の保険とか出てきそう。俺らも事故などで社会からドロップアウトする可能性あるし。困っている人が最低限の生活を送るための生活保護制度だが、不正に受給し私腹を肥やす不届き者がいるせいで、ずるいという印象を持ってしまう人もいるだろう。偏見がなくなり、この制度を必要とする人が適切に利用できるようにしなければならない。そして、いつの日か自立できる日が来ると嬉しいと思う。生活保護って普通にサブスクとか使えるんだな。快適そうじゃないか。じゃあやっぱり受給した方が得なんじゃないか。ちなみに、条件によっては家や車の所有も可能よ。スマホや PC も特に差し押さえられたりはしないみたいね。ネットが使えれば問題ないぜ。やっぱ受給した方が。ただし、なんだ?それはあくまで現在の話よ。もし、国が生活保護制度を廃止したり、支給を減額したりしたら？そんなの困るぜ。貯金もないのに、病気になったり事故に遭ったりしたらどうするんだ？そこは次のスレで見ていきましょうか。生活保護受給者が事故に遭ったら？どうなるのか気になるぜ。損害賠償とは、被害者に対し加害者側が与えた損害を添保し、損害がなかったのと同じ状態にすることを言う。損害は原則として金銭で評価されるため、
例えば物が壊れた場合の損害賠償は、修理に必要な費用や、壊れた当時の価格を賠償することになる。では、加害者側に賠償金の支払い能力がない場合、要するにお金がない場合は一体どうなってしまうのだろうか。司法、女性、誹謗中傷されたので開示したら、相手が生活保護受給者でした。一致が張ったのは、あるサイトの弁護士との Q&A コーナーの一部だ。生活保護受給者を相手に、損害賠償請求ができるかという質問だ。相談者は、SNS で知り合った人にスマホを2台貸したが、催促しても返却されない。最終的には SNS 上で相談者を侮辱する書き込みをされてしまい、精神的にダメージを受けたという。これに対し、弁護士は損害賠償請求は可能だと答えている。ただし、差し押さえる財産がない人は、ある意味無敵であり、請求をしても何もダメージを受けることがないので、すっぱり縁を切るのがいい、とアドバイスしている。くさ、生ポ無敵すぎだろ。暇空を煽って訴えられた奴も生活保護受給者やったな。生活保護だから賠償能力ない。訴訟したら赤字だから大体取り下げられる。くさ。無敵の人ってやっぱ最強やな。失うもののない中高年は強い。暇なら働いた方がええわ。生活保護最強やん。何も持ってない奴からは何も取れない。責任能力ないんだからほっとけよ。失うものはないし、暇な時間使って誹謗中傷に全力できるからネットだと無敵よなこいつら。ワイナマポ、にっこり。実際報道されるやらかした奴って無職多いし、30代と40代が一番誹謗中傷してるみたいな統計データなんかであった。2022年3月に、弁護士 .com が発表した一般会員を対象に行ったアンケート結果によると、誹謗中傷をしたことがある、と答えた人のうち、一番多かったのが50代男性で、24.4%、次が40代男性が 22.7%、次が30代男性 14.2% となっている。何も持ってない奴からは臓器取れるようにしたらええのにな。なんでスマホ貸し出したの？なんでスマホ貸すねん。かわいそうやけどツイッターで知り合っただけの人に何か貸すってのもよくわからん感覚やな。確かに、よく知らない人にスマホを貸すのはリスクが大きい。まともに働いてたら関わりない他人を中傷する時間もエネルギーもない。つまり非、称したい相手がおったら生ポに小銭渡して代行来てもらったらええってこと？誹謗中傷したい時は生ポ受ければいいのか。医者に誹謗中傷してるハンマスクはこんな感じ。スレミンの貼ったインタビュー記事によると、誹謗中傷を受けた被害者に対し、精神疾患や生活保護受給中であることを理由に、謝罪はするがお金は払えないと話す加害者は一定数いるようだ。払うやつほぼおらんやろ。誹謗中傷してるやつのほとんどはそうやけど、煽ってるやつは金持ってるのもいるからそこを責められるような仕組みが必要やな。ケンモメンやん。知ってた。失うものがないって強いな。20代の生ポヤが毎日楽しいわ。弱者男性は今すぐ仕事辞めて申請することをおすすめする。弱男は働く意味ない。一応刑事事件になれば懲役になる可能性はあるやろ。まあ失うものない奴にはノーダメだよな。金もなければ職もない時間だけは持て余してる未来のないおじさんがネットでは最強。他人に迷惑かけるだけの生活保護生かしとく理由ってあるんか。そんなんみんな思ってるけど実際生活保護廃止なんかしたら治安終わるやろ。執行猶予者みたいな感じでやらかしたら生活保護停止にすれば？ちなみに賠償請求されたところで金なんぞ払う義務ないからな。日本の法を恨め。破産面積がない限り払う義務はあるだろ。義務があっても払えるかどうかは別問題だ。生活保護者からは逆に訴えることが可能。弁護士事務所が頻繁に過払い金や薬害訴訟の CM 流すのは相手が消費者金融役にっていう確実に金持ってる相手だからで、ネットの匿名相手やとこうなるんや。確かにせっかく追い詰めても取れるもの何もないのは辛いな。車もなさそうやし。強制的に金返すまで働かせるとかできないんか。そこを監督するような人間がいないしトローの一言やわな。虫たちにビル作れって言っても無理やろ。まあ誹謗中傷なんてやらかすやつにまともなやつはおらんってことやね。相手するだけ無駄ってわけや。生活保護ファンネルとか最強やん。逆に言えば実害でない範囲なら誹謗中傷は気にしないのが吉なんやろなやっぱり。むしろ誹謗中傷程度で訴える方がおかしいねん。そんなん言ったらわい毎日開示請求するレベルやぞ。出勤するときとかに電車乗るとねって言われるし。地域の治安悪いんか？普通電車乗ってねとか言われんやろ。イヤホンしてても聞こえるから脳内に直接言ってくるんや何人も。道歩けばワイの顔見て笑うやつばっかやし。滑ってるぞ。マジやねんって、ワイにはわかるねん。
顔見たらなんとなく相手がワイをバカにしてる思考が読み取れるし。毎日侮辱されるのは精神的にかなり辛いだろう。だが残念ながら、脳内に語りかけるタイプの誹謗中傷で損害賠償請求をするのは難しい。ハッチチはバレバレなんだよな。本物はもう隠せないから。日本の法律って庶民がある程度裕福であるのを前提にしてないか？生きてる意味あんのかな？弱者を苦しめてたんやね。弱者バリアで無敵やん。どっちが本当の弱者なんですかね。切り捨てごめんの時代なら無敵の人は即処分できたのに。拒否する。罪の状態になったおっさんなんてもうやることが他の人間を自分のところまで引きずり込もうとするくらいしかやることないんやろ。金が払えないなら刑事罰で豚箱行きじゃダメなん。厳罰開口は一応禁錮刑まで行くようになったんやないかな。まあ無敵の人対策ではあるんやろけど。無敵の人なら禁錮も何もないやろ。堀ちえみへの侮辱脅迫裁判で被告は懲役1年6月執行猶予4年。有名なのはこれとかか。まあ脅迫も入っとるがお弁当はつくみたいやな。2022年7月の刑法改正で、侮辱罪に懲役刑と禁錮刑、罰金刑が加わった。SNS 上での誹謗中傷などの悪質行為への対処が、さらに厳しくなっている。仮に慰謝料取れたとしてもそんな頭おかしいやつともう関わりたくない。俺ならスマホ返してくれやもういいわ。開示棒聞かないとかやばすぎ。ツナマヨミンもほとんど障害持ちだったんやろな。ネット環境取り上げられればいいのにな。金も払えないし罰も受けないならそのままやり続けるやろ。慰謝料取れないだけならまだよくて、芸能先生って嵐が規制された逆恨みで通報者を実際に刺し、した事件もあるからな。誹謗中傷を訴えるビジネスなんて夢物語や。こういうの親族に請求できるようにしたらええんとちゃうの。そうしたらもう少し向き合おうとするやろ。親族も見捨ててるようなやつしかおらんのちゃうか。金持ってるけど損害賠償払わないひろゆき先方は、国外逃亡されなきゃ強制執行できるようになったけど、最初から金持ってない相手はな。ネットで執拗に粘着するなんて暇じゃなけりゃできねえしな。そら無職が多いやろ。わいも貯金ない無敵の老人になったらやりたい放題したい。何も持たざる者が最強なんよな。失うものがないから。生活保護停止すればいいんだって。生活保護よりか親に養ってもらってるニートのが訴えやすいんかな。生活保護受給者よりは支払い能力は高そうだ。健忘民の末路。訴えられた生ポ、ほな何回わしに働けっちゃうんか。生ポ減らさねえと。生保受給資格没収しろよ。っていうか、働けよ。それよく言うけど理由はなんであれ生活保護にたどり着くような人が温かく迎えてもらえるんけ。何しでかすかわからんのに。ただでさえ社会保障食いつぶしてるのに、他人に迷惑までかけるとか人権認めたらあかんやろ。二重に迷惑かけてるのはクズの才能あるな。人権奪ってでも対価を払ってほしいわな。うむ、やはり貧しすぎると心も貧しくなりますね。SNS と陰湿日本人のシナジーはほんま地獄やな。いい加減、刑罰化したらどうだ？賠償金や罰金よりも服役の方が抑止力になるよ。ネットでも明らかに個人に向けて言ってたら外での発言と同じ扱いにしろよ。人に向かって寝と言ったり住所さらそうとしたり、完全に危険人物じゃないか。金以上に訴えられて困るような社会的地位や職業を持ってる奴はまずやらないってことぐらいわかれ。スマイリー菊池中小犯は会社の管理職とかやったで。お笑いタレントのスマイリー菊池が、ある凶悪事件の実行犯である。インターネット上で一人の人間に誹謗中傷を行った被疑者が一斉摘発された、日本で初めての事件だ。書き込みを行った人、1200から1300人以上もの身元を特定し、そのうち刑法に抵触していると判断された19人が検挙された。被疑者たちの摘発時の年齢は半数近くが30代後半。精神の病にかかっている可能性のある者も4分の1近くいたという。職業は、大手企業の正社員、会社セキュリティ部門の責任者、国立大職員など多したようであった。世の中誹謗中傷で溢れてるんやな。小学生の頃から超えちゃいけないライン教えた方がいいわ。本当は、刑にでもできたら早いんやけどな。無理なのはよくわかってるし実現することはないけど、マジ生きてても何の役にも立たんのに生かし続けるのもかわいそうや。よく上級国民割引だのなんだの言うけど普通に弱者割引の方がでかいよな。一切のお咎めなしやん。まあ真の弱者には最強のカードがあるし。そう言ってスレミンが貼った画像には、緑色の手帳と錠剤が写っている。税金が犯罪者に使われるとかもう終わりだよこの国。似たようなことがあった知り合いがいたな。生活保護のやつに車貸したらパクられた話してたな。ろくでもないのだろうな生ポのやつ。でも勝訴したら生活保護引き剥がせるよね。
弱者も極め続けると無敵の人にクラスアップするんだなって。生活保護費は、受給者の生活保障等の社会政策的配慮から差し押さえ禁止債権に当たる。つまり、差し押さえることはできない。金がないなら人体のパーツ回収して再利用やね。運が良ければ金持ちの子供の一部として生きられるしウィンウィンやね。ようこんな頭悪い書き込みできるな。生活保護やめて刑務所入れといたらよくない？職見つかったら出所でええやん。開示ガチャ。言うて誹謗中傷した側が何の罰も受けんのは普通に胸悪いよな。金払えんならその分何かの罰を受けるべきやと思うんやけど無理なんかね。悪いことをしたら罰が当たる、と幼い頃大人に言われたが、どうやら罰が当たらない場合もあるようだ。なんとも腑に落ちない。さて、誹謗中傷以外にも損害賠償請求を行う場合がある。次は交通事故の場合を見てみよう。わい、無保険ドキュンに惹かれる。無保険とか許してええんか？お金もらえないの？わいは払わんでええらしい。ほんならノーダメやな。せやな。わいの保険から出してくれるみたいやからええねんけどな。向こうはノーダメやん。無保険許されてるのなんでやねんってなったわ。一致も相手もノーダメならそれでええがな。あかんわ。わいの親父も無保険のやつに惹かれて大変やったというとった。治療費はわいの保険会社が払ってはくれるみたい。小6です。無保険だと何がいかんのですか。あかんことないみたいや。自動車保険には、自賠責保険と任意保険の3つがあり、自賠責保険は、自動車やバイクを運転する人は法律で加入が義務付けられている。いつの話？昨日。警察署で何か話したか？救急車で運ばれたから警察署には行かんかった。後から警察から電話来た。なるほど。現代にもそんな奴おるんやな。いざって時損するの自分やのに。損しないぞ。ドキュンがやらかしても損するってこと。今のところ、ドクンのダメなんやない？保険入ってないけど金払う意しないみたいやし。今回に限った話じゃないってこと。一致は自賠責から多少もらえるんか？そこまではまだ聞いてへん。Y の保険会社に相談したら最悪、治療費は Y の保険から出るので大丈夫ですって言われた。失うものがない奴はマジで無敵だからな。訴えられたところでノーダメージだし。結構重傷なんか。救急車運ばれたけど軽傷やったは打撲で済んだ。結構吹っ飛んだらしくて通行人に、だかと思った言われた。相手どんな顔だった？顔中にピアス開けてたで穴だらけやったわ。怪物やん。文句言ってやろうと思ったら怖くて何も言えんかったわ。さ、お疲れやな。なんかさ、保険入らなくてもノーダメなんなら何のために保険特約あるんやってなるな。これよほんまに。Y が言いたいのは、任意保険も最初の200万までは自賠責で補うんやなかったか。人身障害から根っこから出る。あ、そうなん。その辺詳しくなかったわ。ほな、大丈夫そうやな。保険屋は払いたがらないから強く言うんやで。絶対重大例なんて大丈夫ですよってめっちゃ優しく言われたで。病院にもう一度行くんや。まだ首とか痛いやろ？痛いはずやで。タクシー代も領収もらえよ。いや、一応診断書はもろたで。通行人が救急車呼んでくれたんや。普通診断書は最初は1週間くらいしか書かんよ。むち打ちは後から出るからまた書いてもらうのが普通。ぶっちゃけ今全然どこも痛くないんやわ。西日本の人はその状態で通いまくる人おるけどね。もちろん金目的。はい。なんかそんなことしたら逆恨みされそうやし。これでいいかな。日本は犯罪者に優しい国づくりを推奨してるからな。自賠責があるから大丈夫やで。一致入院した方がええで。入院して金絞れ。一致は人身障害に入ってたってことでええ？なら心配せんでええぞ。せやな。弁護士特約もついとるからこじれたら弁護士つけたろと思っとる。そもそも加入は任意ってのがおかしいよな。人間を、セルモノを運転してるのに。ほんまこれよな。調べたら泣き寝入りとかあるみたいでおかしいやろ。ってなったわ。ワイは軽症で済んだけど後遺症とか残ったら絶望やったわ。何十年もこの制度でやってきてるんやろ。社会問題化してもおかしくないのにな。一番ひどいやつは車検と自賠責も切らせてたりする。他国だと任意の内容を強制してるところもあるけど。弁護士様様やな。治療費だけやなくて慰謝料や通院費も出るから安心して治療や。保険屋は払ったもんはちゃんと相手に請求するから逃げ得はない。任せてくださいって言ってたから保険会社に任せようかなと。Y歩行者で青信号を歩いててぶっ飛ばされたから保険会社的にも価値格なんやないか多分。そうそう任せていいでそのための人身障害や。ちなみに使っても保険の等級も下がらんし。人身事故でノーダメなわけないやん。免停か交通刑務所行きやろ。6点減点の免停&罰金やな。
その辺の処理は聞いてへん。というか、警察から Y の電話番号と住所相手に教えてええかって聞かれたけど、これも怖すぎやろ。必要なんやろけど。後でドキュンから菓子折りが届くから教えときな。怖すぎやろ。無保険やと自賠責からしか払われんからな。自賠責って強制加入よな。任意保険も強制加入にするか、自賠責の幅を広げられんのかね。相手の車は緑ナンバーの事業用。そんな詳しく見る余裕なかったけど、初心者マークついたボロボロの軽って感じやったぜ。そっか。緑ナンバーなら国交省が対人8000万、対物200万以上の保険義務付けてるんやが。はい。白色やな。それを全車両に義務付けられたらええのにな。Y 保険や。納得やわ。3月、逆恨みされたらどうしよう。全部保険会社に任せてますからで逃げ一択。弁護士特約使えばええんやないの。使えるでー。こじれそうなら使おうかなって。弁護士も払わないやつから取るには訴訟したり時間かかる。人身障害使ってからでー。なるほど。無保険なら引いても金払わんでええんやな。誰もそんなこと言ってない定期。治療費は自賠でほぼ出るやろ。あとは賠償請求すればええ。任意保険未加入の相手に賠償請求する場合、直接本人に行わなければならず、なかなか連絡が取れない、話が進まないなど、スムーズにいかないことも多いようだ。昔住んでた賃貸で上の部屋から出火して被害受けた時、相手が火災保険入ってなくてどんずらこかれたわ。一気はしっかりむしり取るんやで。出火法ってのがあってだな。そもそも火元に請求できない。せやねん、それは言われた。ただ入居者規約に保険の加入が書いてたから管理会社に責任問うたで。保証まではしてくれんかったけど。え、じゃあ火災保険入る意味ないってこと？自分の家が燃えた時の保証。頼りは自分の火災保険や。うん、自分の保険は使った。自分の保険使う方が実はええんや。賠償は自家、中古価格やが、自分の火災保険は新品買い替え費用出るし。自分の生活を守るためにも、もしも、に備えて必要な保険には加入しておいた方がいいかもしれない。ちょうどは今こういう問題に巻き込まれてるから言うけど、管理会社側あくまでもこっちは管理をしているだけで、入居者の保険は特約として記入しているだけで、知ったこっちゃないんよな。一応加入制やってのは定期的に言うけど、てか言わないとこっちの責任にさせられかねんもんで言うんやけど、契約自体は本人がやってくれないとこっちが無理やり加入させられるわけちゃうねん。なるほどな。火事の後に追い越すがひどかったから、部屋のクリーニング代とか片付くまでのホテル代とかは出してくれたから、今思えば結構頑張ってくれたんかもしれん。入居時過失の出火や漏水ってのは当事者同士の話し合いさせたら間違いなく喧嘩になるもんで、管理会社が間には入るけど、物件自体の問題じゃない限りこちらに賠償責任ないからさ。うちだと速攻法務部に話流して代理人立てちゃうもんで、君の管理会社よりひどい管理会社や。そこまで見てくれるとかめちゃくちゃいいところやから、長く住んであげて。あなた何してる人なの？賃貸管理系の会社の調達部。マンション買ってリフォームして売り払うか、賃貸として貸し出すかやる人。はい、それで詳しいんやな。ヤウタブで個人で一棟買いしてリノベーションして、そうやって利益出してる人の動画よく見てるわ。おもろい。個人でやるのは相応の資産ないと無理やろな。一棟フルリノベとか個数にもよるけど、最低1000万から、外壁もやるなら3000万からみたいな感じになるし、だいたい 2.3 年で再建回収して、残り10年でプラスに持っていく感じでいつも説明してるけど。草が庭に生い茂ってるような壁地のボロアパートをパステルカラーの緑色みたいな奇抜な色にしてた。株式投資もしてたし、金あるんやろうね。Y はウォールナット系が好きだから、部屋は基本的には白色系やけど、ワンポイントでウォールナット入れてる。随分前の話やし、もう引っ越したぜ。家賃も相当安いし、隣のブラジル人もいいやつやったから割と気に入ってた。ビッグモーターなければこういうので保険にねじ込んで保証費用捻出したりもできたんやがな。厳しくなるやろな。保険の意味って。別に誰も困らんのやから、一気は気が済むまで治療していいんやで。車の保険って逆だよな。自分の損害に対してさ。相手が自賠責、任意保険どっちが未加入だったかで話が変わるで。自賠責は加入義務あるやろ。それすらも入らずに乗っ取るやつもおるんや。当然車検も受け取らん。それはもう犯罪やろ。民事ではないぞ。そんなやつおるんか。車検切れのやつ結構いるらしいな。車検切れイコール自賠責もほぼ切れとるで。そんな奴らに免許を与えるな。自賠責保険に加入せずに運転をした場合、事故を起こしていなくても、1年以下の懲役または550万円以下の罰金となる。さらに違反点数は6点で即座に免許停止となる。
弁護士使って裁判だ。問題は保険入ってないやつなんて金なんて持ってないから勝訴しても金は入らない。それはわかってるけどビビらすだけでも OK。 無敵の人だからビビらないんじゃね。これぞまさに無敵の人。過失割合とかどんな感じ？今後の保険料の支払いも増えるんか？この前の衝突事故はもう受かったな。怪我も大したことなかったし。入院したら生命保険も使えるんか？事故で降りる保険なら、もちろん。10対0の事故で相手が全て払ってくれる事故でも自分の保険には連絡しろよな。見舞い金が入る。知り合いの娘さんが窃盗者の暴走事故に巻き込まれて植物人間になった人がいたわ。こんなん1円も入らんやろ。かわいそうすぎる。知り合いでいる、金ないから取れるもんなら取ってみろみたいな相手だと無理みたい、されたのに。ドラレコ会社にも報告すれば見舞い金もらえるで。事故映像と事故証明書必須やけど。任意保険はな。つまり無敵の人になったら、し放題ってこと？自分の命を投げ捨てるならそらなんだってやりたい放題やろな。お金の面ではそう。泣き寝入り決定やんけ。加害者が保険に加入しておらず、お金もない場合、支払いを踏み倒されたり分割払いになって賠償金の回収が遅くなることも多い。さらに、加害者が自己破産すると、回収不可能となってしまうケースもあるそうだ。スレミンの言うように、泣き寝入りという悔しい結果になってしまう。司法、損害賠償、払う必要がないことが判明する。マジかよ。一致が張ったテレビのキャプチャによると加害者側から1円も支払われることなく、損害賠償の時効は10年だそうだ。払えないものは払えないからしょうがないね。取り立てに見雇うしかないけど、法に触れるかもしれんしな。ガキの飛び出しが原因の交通事故とかは払いたくないわな。これ見たわ。過失致死で 15%。人に至っては支払い 5% 未満らしいな。裁判して賠償金取る制度意味ないやろ。人とか刑務所に入るやろうし損害賠償払うの無理じゃね？時効って言っても催促してれば停止させられるやろ。相手が1円でも払ったら支払いの意思があるとして再度そこから10年や。10年経ったら支払い義務そのものが消える。居場所わからなかったら請求できないので時効になるやろ。裁判所に刑事することで相手に通達したってみなす仕組みなかったか？公示送達やね。相手方を知ることができない場合、相手方の住所、居所がわからない場合などに、法的に送ったものとする手続きだ。申し立てを裁判所に掲示され、一定期間が経過すると送達されたものとなり効力を発揮する。まあ無所行って金払えってもな。無所なしならまあ。賠償金払えば刑事罰かなり減らせる仕組み作らなきゃダメだよな。逆に賠償金払ってなきゃ釈量なしとか。でもそれだと上級国民が得をするじゃん。まあ被害者が納得してるならええかなって。払わない奴を徴兵する制度にしたら自衛隊の人手不足解消するやろ。そんな奴自衛隊で役に立たんやろ。自衛隊は責任感のない人に勤められるほど簡単な仕事ではない。踏み倒せるならほとんどが踏み倒すやろ。あとは加害者側の経済力と良心の問題。実際民事の賠償って結構な割合で踏み倒されてるってデータ見たな。養育費みたいな緊迫したものなら裁判所が相手の口座教えてくれて強制執行できるみたいやけどそこが限界なんやなって。やったもん勝ちやな。差し押さえとか財産の特定も簡単じゃないし、そもそも資産なければ取れるもんがないからな。弁護士に頼めばええだけやん。強制執行も知らんのか？相手に金がなかったら終わりやけどな。弁護士が得するだけのやつやん。民事ならそう。刑事だと国選弁護士って税金で雇われた弁護士だから全然財布が痛まない。時間が失われるんよな。とことんやるか、時間とお金の無駄を防ぐために諦めるか、被害者の考え方次第だ。アメリカも相手が役所とか企業やと弁護士本気出すけど、個人やと全然雇れないの分かっとるから。税金払わんかったら2、3ヶ月で督促来てブラックになって家もカードも携帯さえも借りられなくなって、布にな。払えないもんは払えないからな。国が税金と一緒に回収してくれたらええのにな。内袖は触れないって強いわ。強制執行も金と手間がかかるから簡単にできんしな。払わないじゃなくて払えないやないの？服役したらまともな就職先もないやろうし払えないやろうな。こんなもん払い切るまでは強制労働でいいのにな。加害者守ってどうすんだ。支払い能力に見合わない賠償命令するせいやろ。民法改正されて強制執行のハードルは下がったやろ。それでも内袖は触れないんやけどな。相手が生活保護受給して生活してたら請求できへんのやろ。失所したやつも多いやろうし落ちるところまで落ちたら無敵よな。でも正直しゃあないとも思うわ。そこまで落ちた人間をそれ以上追い詰めたら青葉になりかねんし。生活保護受給者に対しても、損害賠償の請求をすることはできる。
だが、スレミンの言うように、あまり追い詰めすぎるのも少し怖い気がしてしまう。払わなかったら景気が伸びるとかでええやん。それしても国民の負担が増えて増税につながるだけじゃね。何も持たない人が最強なんやな。加害者が金持ちなら確実に払ってもらえるから安心よな。貧乏人なら絶望的や。これコツコツ返してても10年時効なん。1円でも返したら時効更新でまた10年数え直しや。サラリーマンの生涯年収が3億前後なのに数千万の請求したら空逃げられるに決まってるだろ。元から未払い多かったやろ。損害賠償裁判で認められるようなのは基本クズやし。こういう場合って加害者側の弁護士って、払わなければ払う必要なくなりますよとかアドバイスしてくれるんかな。土地屋の景品交換みたいな話はするかもな。払う必要がないんじゃなく払えないんや。いつも思うけどどう見ても払えないような、うん千万の判決出すけど払えるわけないやろ。実際払えないもんなら多分公衆への注意喚起的な側面あるんかな。わいも、事故ったらうん千万円の賠償やってビビりながら運転するし予防になるんかな。内緒では触れない、弁護士がその職業人生で旋回は言うセリフ。払えないなら犯罪者と同じとこぶち込んで支払い終わるまで働かせればいいのにな。窃盗とか横領もそうだけど。刑務作業とか、そ安いやろ。略式食らった時に裁判所からの紙に書いてあったけど払わんかったら1日5000円で労役やったな。安いならその分長く働くことになるだけやん。1ヶ月、最高6500円とか書いてるけど返しきれるんか？刑務作業では、労働に対する対価として作業報奨金が支給される。1時間あたり6円から40円前後で、10段階に分けられているなど項によって金額が変わる。1ヶ月だと1100円から6500円前後になるという。無所から出てまともな働き口もなく生活保護で暮らしてるような人間をそれ以上追い詰めたらどうなるかなんて目に見えてるししょうがないんや。再就職支援までちゃんとやらんと結果的に国民が損するな。感情論で犯罪者を甘やかすなといったところでさ。再就職支援しても強制的に働かせることはできへんしな。本人が生ポでいいです言うたらそれでおしまいや。まあ被害者は泣き寝入りやが事故とみたいなもんと割り切るしかないやろうな。この加害者は賠償金払わないとネットに晒したら誹謗中傷になるんやろか。裁判待ちの時に入る拘置場は労役あるけど個室で3食昼寝付きで土日休みだし結構快適らしいぞ。国が建て替えて犯人から回収すりゃいいじゃん。養育費みたいに給料差し押さえできるようにすればいいのに。それはできそうだけどな、ただ支払い能力がなければ無理じゃね。ノルウェーとかスウェーデンは犯罪に関する損害賠償金は国が取り立てる。ノルウェーは市民庁、スウェーデンは犯罪被害者庁が担当だったかな。誹謗中傷を訴えるときは内容よりも相手が働いてて金持ってるか見て訴えないと大損よな。支払わなかったら逮捕でいいだろ。交通違反の反則金は払わないと逮捕されるぞ。民事は所詮個人間のいざこざでしかないからな。原告側が何も言ってこなかったらそら何も起こらんよ。払えるやつですら払わねえのに払えねえやつが払えるわけねえよな。アホらしい。離婚後の養育費もこれらしいな。毎月督促する義務があるの知らんやつ多いよな。調べてみたが、毎月督促する義務があると書かれたものは発見できなかった。賠償命令に従わない場合、財産の差し押さえ等の手続きをするのが一般的なようだが、相手に全く財産がない場合はどうにもならない。失うものがないやつは強い。税金と一緒で差し押さえとかの専門部署いるやろ。税務署と別に国で作れ。申し立てすれば差し押さえできるやろ。全額回収は無理でもそいつを生ポイカの底辺に落とし込めるんとちゃう。生活できないんで生ポーケ回す。されたら罪なんやろか。差し押さえって簡単じゃないで。サボってるのか知らんが税務署でも言うほどやってないから。無敵の人が無敵の人たるゆえんやろ。造幣局でお金吸って渡せばええんちゃうの？信用壊れる。国が建て替えるだけで解決する問題なのに一向に改善する気ないな。それやりだしたらいろいろ悪用するやつ出てくるやろ。大企業相手の賠償じゃないと無理そうやな。大企業相手に勝つの難しいけど。たとえ犯罪者だろうとなんだろうと憲法で権利は保障されてるからな。無理やり奪うってのは想像できない。差し押さえとかされるん違うのか。ないやつには差し押さえは効かない。ないやつイコール無職ちゃうぞ。働いてても低賃金だと効かない。マイナンバーで国が管理したれよ。取り立てにルール無用だろってなやつに格安で委任するしかないな。損害賠償を法律で強制にできない理由って何かあるの？そもそも金がないやつから取れないしな。実際取り立てようがないとどうしようもないな。ほんまバカみたいよな。役に立つんごねえ。まあ犯罪者になった時点で職も失うし、そもそもそれまでに貯金なかったら払うのなんか無理だしな。
本当に悪いことをしてしまったと反省して何が何でも賠償する奴が犯罪者になることなんかそうそうないしな。損害賠償回収系 YouTuber の登場が待たれるな。そんな YouTuber は現れるだろうか？今後に期待しよう。最後は、某有名タレントが長年誹謗中傷に苦しめられて、怒り心頭だ、という話題をお届けしよう。中川翔子さん、誹謗中傷しているのに精神的に問題あるから許してとか関係ないから。一致が貼った記事によると、タレントの中川翔子さんが、数多くの SNS ユーザーから悪質な誹謗中傷を執拗に受けたとして、警察に被害を届け出たそうだ。複数の人から今まで何度も妄想で、害予告とも取れる投稿をされていて、警察の捜査により加害者は何人も書類送検になっているという、毎回精神に問題があることを理由にされ、中川さんは憤りを感じている。精神がどうとか、被害者には関係ないと、断固たる姿勢を示した。そもそも精神で責任能力ありなしとかやめろよ。善悪判断できないのは人間じゃないだろ。基本的に精神的に余裕のない人ほど誹謗に走り、他人を下げることで自分は上の存在だと錯覚する。被害者としては関係ないけど、社会としては関係してると見てしまうからそれで責任能力とか変わってくるのよ。精神的に問題がある人は無敵だからな。これ差別には当たるの？当たらないの？精神的に問題があるという文言はちょっといろんな立場の人を広範囲に含めすぎじゃね？誹謗中傷する人が精神的に問題あるって言ってるなら問題だけど、制裁で慰謝料請求されそうになった人が精神的に問題あるから許してって言い訳してるだけだから。精神的に問題ある奴に要住許可って意味わからんしな。かわいそうだとは思うけど精神病患ってる人は仕方ないだろ。明日は我が身だぞ。精神患ってる人全てが犯罪を犯すわけでもないだろうから犯す奴はやっぱなんかあるんじゃないかね。なんか、頭の病気で手帳をもらってる奴が公園で包丁振り回し罰金40万円だったとか言っていたから精神がおかしいからって、罰金まで逃れることはできないのかな？私ばかりというか、芸能人には大なり小なりこういうの来るんだろうが、気にしないようにしてるんだと思う。有名人であるために、好奇の目で見られたり、問題ないはずの投稿が炎上してしまったり、ということは確かにある。有名税などという言葉もあるが、有名人だからといって悪口を言われても我慢しなければいけない、なんてことはない。ショコタン頑張れ。双極性症とかプロフィール欄に書いとけばどんな悪口暴言吐いても許されると思ってるやついるよな。単に言い逃れだろうからなよう許したらあかん。結婚するからかな？ YouTube の登録者数1万人とか減ってたらしいからガチ恋勢とかはマジでいたんだろうね。昔は本当に可愛かったけど今は年相応なのに純愛すぎるわな。推しの結婚報道は、嬉しいと同時に寂しくもなる。だからといって、相手を傷つける発言をしてはいけない。なんで全部まともに受け止めるんだ。インターネット使いこなせるだけのまともな脳の働きがあるんだから、精神異常は認められないだろ JK。自分からわざわざ探しに行く必要ある？昔のように見なきゃ良いのに。わざわざ店に行く取り巻きがいるせいで目につくんだろ。大体誹謗中傷に悩んでる有名人は味方もろくでもないんだよ本当にかわいそう。でもこの人の言動ひどくない？他人の猫を勝手に使って、んだことにしたり、性をかけて天文学に励んで勝ち取った冥王星を煽ってみたり。それは許されることなの？気になって調べてきたけど猫、んだけんでアップした4枚画像のうち1枚が他人ので3枚はちゃんとショコタンのらしいね。この紛れた1枚はショコタンに昔そっくり猫だってリプされたのを保存していてそれを自分家の猫だと勘違いしてあげたようだ。どっちかというと保護猫と症状を責めた件とかかは事件の方が気になる。ちゃんと説明して謝れば済んだ話なのになんでしなかったのかね。ネット慣れしてるはずなのにその辺がよくわからん子だわ。スマイリー菊池中傷事件も検挙されたやつの半数が精神疾患持ちだったらしいな。これは酒やタバコと同じで依存性なんだよ。なんで許してとか言うんだろうな。最後までオラ突き通せよ。そんな覚悟でやってないから。泣き寝入りはバカを助長するだけだもんな。ガンガン通報すればいい。裁判で勝ったとしても、加害者側が支払いをしてくれない、できないというパターンが多くあるようだ。自分が苦しまないためにも、備えておく必要があるかもしれない。そして、自分が損訴しても、悔しくても、諦めて引いた方が良いこともある、というのを覚えておこう。無敵の人、できれば一生関わりたくないぜ。事故に遭うだけでも不運なのに相手が賠償請求に応じようがない。まさに不運中の不運ね。でも、裁判に勝てば賠償金は請求できるんだよな。その場合は受給している保護費から払うのか？
請求はできるけど、保護費から払わせることはできないわ。生活保護費は法律で守られているの。本人が働いて返済するのを待つしかないわ。頑張って働くしかないんだな。ちなみに、生活保護受給者が被害者の場合は、受け取った賠償金を自治体に返還する義務が発生することがあるわ。なんでだ？財産を所有しているなら、保護の必要はないわよね。引き続き受給するなら、そのお金は手放す必要がありますよってことね。結構シビアなんだな。大切な税金だもの。次のスレでは、生活保護を受けながら節約生活を送る。一致のスレを見ていくわよ。経済的に困窮する国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度、生活保護。いくらお金がもらえると言ってもその金額は最低限生きていける微々たるものである。しかし、今回の一致はその状態でありながら貯金に成功したという。一体どんな節約をしたのだろうか。節約術ってほどじゃないが、切り詰めてたら貯金できたので。でも可能な貯金額にも限度があるので、過度に切り詰めるのはやめようと思う。あなたはなぜ生活保護を？精神疾患だぴょん。あらま、大変ね。生活保護はよく不正受給が問題になるがこの一致は違うようである。そして本題の節約術のレスが投下される。髪は自分できる。女だからできることだが、1ヶ月に前髪とサイドを鏡見て切ってる。後ろは伸ばしっぱなし。昔は無料のカットモデル行ってた。明らかに貧乏臭くなったら1000円カット行こうと思う。ショートでもロングでも髪の毛自分で切れるぞ。俺はもう2年くらい自分で切ってる。ネットで調べて良さそうなのあったらそれ見ながら。チョキチョキしてる笑い。芸能人の YOU さんも自分で切ってるとどこかで読んだけど、後ろ毛切れるのすごいなぁと思います。手が届きにくいし、合わせ鏡すると片手になるし、交通費の節約。家を探すとき、病院に歩いて行ける距離の場所にした。役所や図書館も電車乗らないで行ける。友達と会うときは、最寄り駅まで来てもらう。自分が辛くてめったに電車乗れないので。被服費の節約。身内や昔の知り合いからお古をもらえている。これはラッキー。市が運営してるリサイクルセンターでももらえる。なので買うのは靴下、下着、靴ぐらい。下着はネット通販が安い。下着は新品より古くてくたっとしたのが好きなので、買う頻度が低い。靴は通販はサイズ合うか怖いから、必要あらば量販店で買っていたが、レビューをよく読んで買ったら安くていいものが手に入った。古い貧乏靴ばかりだったので、ちゃんとした場所に行けるように購入した。家電壊れたら、ネットの中古をいろいろ検索してみる。これも常識だと思うが、洗濯機は地元でかなり安く買えた。冷蔵庫はすぐ故障したら辛いので、そこそこ名の知れたリサイクルショップで、古くないものを買ったが、化粧水などは100均、自分が肌強いから可能なのだが肌弱い人はお金かかって大変だと思う。シャンプーも100均が一番コスパ良かったが、匂いがきついので、松木用の PB にした。でもそろそろ、ホコリと水分を含みまくってると思える。もしかしたらカビも敷布団は、健康のために買い替えようと思う。日中寝たきりが多いから、なかなか干せない。布団乾燥機は？押し入れに入らないなぁ。でも万年床は体に悪いので、紹介されたセカンドマーケットで見てくるよ。極端にケチなことは行っていないようである。当たり前のことを当たり前にすることが一番の節約になるということだろうか。トイレットペーパーはシングルとダブル、どちらが持ちが良いのかは、未だに答えが出ていない。そういや髪ショートにいた方が、シャンプーリンスの節約になるな。でもショートにすると自分で切れない悩む。今は電気代の安いヒーターが欲しい。エアコンは空気が悪くなって苦手なので、しのげるときは10年以上前のハロゲンヒーター使ってるんだけど、今はもっと効率いいのありそうだね。家具と電化製品も扱ってるセカンドストリート行ってみると良いよ。近場にあればだけど、ステッパーとか100から300円で売ってたりする。近くにあった、ありがとう。元気出たら行ってみます。立地によるけど最新家電じゃなければまあまあ安くいろいろ手に入るかも。暖房器具もあるよ。古い家電は買い取りしてないし、物によっては保証もつくよう。そのうち行ってみてね。いいものあるといいな。楽しみです。一致でもわからない節約方法や判断に困ることがあるようである。ここでスレ住民たちは一致はどんな娯楽を普段楽しんでいるかを聞き始める。生活保護者が貯金をする方法イコールパチンコやらない。もともとギャンブル苦手というか怖いわ。生活保護のパチンコ好き率は異常。お金もらったらすぐパチンコやって金なくなって死んじゃうから金貸ししてとか言っちゃう。聴覚過敏なので、よくあんな場所に行けるなぁと思う。パチンコや店員は絶対できないわ。ほんと、自分がパチンコ好きじゃなくてよかった。苦性しうる性しでいるだけで気分が悪くなるわ。本当パチンコ好きじゃなくてよかったよね。ゲームも苦手なので課金とは無縁でよかったよ。CD を借りるときは、たまにある100円デーを狙う。生ポガ CD なんて贅沢と言われるかもね。クラシック聞きたいときは図書館の視聴覚コーナーで借りる。
Spotify などの無料音楽視聴アプリでいいんじゃね？調べてみるわ。自分の聞きたいやつあるだろうか。YouTube でもいいけど、だいたいシングルしかないからな。図書館にも CD、DVD ある。古いやつばっかだけどな。スマホは一括レインだか実質レインだかのやつ。一番安いプランで、ガラケージよりお得になった。これも贅沢と言われそうだが、光回線引いてる。調べて一番安いところ選んだ。Wi-Fi あるからスマホが一番安いプランでも成り立ってる。回線引いた時、無料でパソコンくれた。今もそれ使ってる。しかしだんだん調子が悪くなってる。今もいつ無線切れるかわからない。Windows だからそういう事態になるんじゃね？もう Android タブレットでいいじゃん。古い人間でタブレットは入力が苦手なんだ。PC だと、やる気が出た時にソフトダウンロードして勉強できるし。なんか言い訳になるが、光引いてまでも PC でネットやってるのは、スマホの小さい画面が苦手だから。ネットなんて贅沢と言われそうだが、娯楽だけでなく、人とのコミュニケーションや調べ物もいろいろするから、ないと辛い。生ポだってちょっとの贅沢ぐらいしてもいいけど誰かに金を借りないと生活できなくなるほど贅沢しちゃうおじさんはなんだかなぁと。ちなみに生ポとは生活保護を受ける方を表すネットスラングである。ネットの試供品プレゼントをチェックする。1万名様にプレゼントなどだと大抵当たる。衛生用品が多い。図書館の本は、今はネットで検索して予約できるから便利。まだ頭働いてた時はよく利用してた。いい本の情報を探して図書館行けるくらいには回復したい。あと通販で買ったビタミン剤とソイプロテインを時々飲んでる。ソイプロテインは味ないものだったら、安くて栄養面から見てもコスパ良かった。まずいけど。お金を使わずに娯楽を楽しむ方法をすれ住民たちと楽しく話し込む一致。次に話は食費の節約方法に移る。日用品、食料品の底値を把握。トイレットペーパーはあの店が一番安いとか、食パンはあのスーパーとか。調子悪くて一番近い店しか行けない時もあるが、これは仕方ない。安くて健康的なタンパク質を摂る。卵、チーズ、鶏肉、豆腐、納豆サバ缶など常識だとは思うが、でも健康にはもっといろんなもの食べた方がいいので、豚や魚にももっと手を出すことにする。キャベツは安い時はもやしよりコスパがいい。カブや大根は葉付きのを買えば一石二鳥。安い旬の野菜を活用。野菜高騰してる今だと一人前のサラダとかカット野菜を買った方が安いよね。カット野菜いいっていうね。見てみるわ。今は玉ねぎ人参もやしあたりが中心。安い八百屋もあるんだけど、ちょっと調子悪くていけてないわ。カット野菜というか袋詰めのやつね。一人分で一食に使う程度の量ならば結構良いと思う。高騰が収まって量使うなら普通の野菜買う方が良いね。キャベツの千切りとか、そのまま炒め物できるようになってるやつだよね。気力ない時にも手軽で良さそう。あと冷凍も買っちゃうなブロッコリー。案外お得だった。枝豆も結構量あってよかった。節約は調子がそこまで悪くない時は可能だが、寝たきりになると自炊が辛く、ネットスーパーも活用することになるので、支出が増えるのが目に見えてる。近い病院さえタクシー使うかもしれないし、なので貯金ないと不安。ネット発の激安料理も参考になるね。野菜育てるべ。夏はシソ、今は小ネギがあるよ。ベランダ狭いから限度あるけど、他にもやってみたいです。豆苗も買ってみたい。夏にプチトマト売ってるの見るけど、あれは肥料とか栄養剤とか必要なんだろうな。豆苗ええね。味噌汁にして飲みてえ。買ったことないけど美味しいのね。おっちゃんは好きよ。炒めてもいいよね。検索してみました。卵や肉と合わせて炒めたレシピが載ってたけど、美味しそうですね。ネットで紹介されてた一風堂のホットもやし。これは結構リピートした。もやしがあったので、久々にホットもやし作りました。おやつです。うちの近く、もやしが1袋9円だからかなり楽。いいですね。うちのところは安いスーパーで18円、近いスーパーで28円です。もやし農家、大変みたいですが、ありがとうございます。キノコは安い時に買って冷凍しとくと旨味がアップすると読んでやってみたのですが、生で調理した方が歯ごたえが良くて好きでした。でもまた特売の時にやってみます。えのき38円の時もあったし、キノコは2、3種類混ぜると美味しいとか、煮干し出汁が好きだがもっぱら顆粒カツオだし、なんか常識的なことしか書いてないね。野菜が高騰してるが、もやしやキノコは工場なので安定している。人参、じゃがいもも高くなってないね。トマト缶も便利。節約するだけでなく味や栄養バランスもしっかり考えているようである。編集していて思わずお腹が鳴ってしまった。タバコは？苦手。酒は病気になる前は飲んでたが、今は薬の関係もあって無理。酒もタバコもパチンコもやらんで節約してるなら結構金貯まるだろ。たまには欲しいもん買った方がいいぞ。やっぱりまず布団買い替えですね。ジモティでこたつ譲ってもらったら、1000円くらいで手に入ったよ。狭い家だから、こたつ置くと床がなくなる。
ホットカーペットの上に布団かけて足入れてます。これも贅沢と言われるだろうが、焼けとかドット落ちとかあってもいいから液晶テレビ欲しい。まだブラウン管で場所取るし、今の番組だと文字が細かくて読めない。ジモティで液晶テレビ狙ってたけど、良さそうなのはすぐ売れちゃうね。節約や欲しいものに関する楽しい雑談をスレ住民とするイッチ。見ていてほっこりしてしまう。そんな中、スレ住民たちの質問は徐々に節約からイッチ自身に関することにシフトしていく。精神疾患って性保難障害なんとかじゃなくて、障害年金のこと。家族と暮らしてる人は、もらってる人もいるね。自分は住居提供してもらえる人がいないので性保だよ。生活保護で節約してる人初めて見たかも。今まであれなおじさんばかり見てきたからさ。今より調子悪くなったら一気にお金かかるから、できる時は節約しないと怖いんよ。あと、周りで不幸があった場合のお金とか、精神疾患には運動がいいというので、金とかからない散歩がしたいが、まだそこまで入っていない。ネットで無料で見られるヨガ動画が良かったが、今は気力なくてできない。スクワットだけやってる。気力とお金なくてもできる運動をもっと模索してみようと思う。勉強してるってことは社会復帰目指してるの？年々状態悪くなってるから希望は薄いけど、障害者枠で働けたらいいな。前は普通に働いてたから、こんな風になって自尊心下がりまくりだよ。住んでる地域は、ゴミはどんな袋でも出していいので、指定ゴミ袋を買わなくていいのも助かる。スーパーでもらう大きめの袋で出してる。フリーでも画像動画編集、造形算、プログラミング、いろんなソフト落とせるし、英語もネット上で学ぶ教材たくさんあるのに、今は気力なくて何もできないのが情けないよ。気力ない気力ないと言いながらにちゃんやってるのって説得力ないよね。でも頭使わず誰かとコミュニケーション取れるのはありがたいんだ。何もしないより不安状態から解放される。にちゃんは気力は必要ないし。働く気がないんじゃなくて、職場に行く気がないんだと思う。在宅ワークなら優秀だと見る。お風呂、身支度が辛い時は多いです。タイピングは早い方なので、テープ起こしを調べたのですが、結構人気で求められるものが多く、尻込みしています。ここまで節約に熱意を燃やせるならその熱意を就活にも当てれるだろう。自分も今にもナマポに落ちそうな身だけど、精神病にナマポはやるなと思うよ。実際働けるのに働きたくないだけでもらってるやつばかりじゃん。少なくともこの一致は働きたいと思っていることは間違いないようである。それよりケースワーカーの説教をかわす術教えてよ。説教されたことないです。一度、単発バイトを報告し忘れた時は注意されました。問題は、まだ気力がある時と寝込んでしまう時との落差が大きいところです。できると思って仕事予約しても、キャンセルが重なって迷惑かけてばかりでした。仕事より迷惑がかからない、ボランティアから始めようと思ってます。言い訳ばかりですね。やっぱり今働くのは怖いです。無理はしなくてもいい。ゆっくりと自分のペースで頑張れイッチ。試験ジャパンだっけな、ネットで調べてやったことあるけど普通に割のいいバイトって感じだよ。女は脱げば稼げるけど男はそうならんしな。健康なだけで稼げる。ちなみに俺が参加したのが3泊2回で17万。すごい稼げたんですね。羨ましいです。自分ところの課では試験の募集は見ないです。新薬で症状が軽くなる可能性が少しでもあるならやってみたいですが、俺は家なししてた時もあるが、食費はコンビニ4個入りの100円パンで十分だった。睡眠は多目的便所で仮眠、バレないもんだよ。飲み物はドコモショップにフラット立ち寄りフリードリンクを飲む。あとはパチ屋の休憩所のフリードリンクとか、コンビニの便所の便器水で面洗ってトイレッペイで顔拭いて、ハンドソープで人差し指で歯を磨いたり、夜は都内をナイトウォーキングと称し朝まで歩きまくったり、周知さえ捨てればコンビニ便所の便器水を飲むのも余裕になるね。パチ屋で水飲めるんですね。参考になります。通ってる薬局はドコモショップとかにあるようなサーバーであったかいほうじ茶飲めるのがいいです。そういえば1日食パン1斤買ってフラフラしてた時もありました。ナイトウォーキングできるようになるといいな。というより働けよ。こんな指摘は意地でも触れないんだろ。そしてこんな指摘を受けると都合よく精神病発動するだろ。書き込み読むとドキドキしますね。だから日はほどほどにした方がいいのですが、働けない、社会復帰のめどが立たない、人の役にも立ってないので、たくさんの税金投入してもらって生きるべき人間ではないなぁとは思ってます。死んだら悲しいと言ってくれる友人はいますが、だけど死ぬ勇気が出ないんですよね。失敗も怖い。死ぬ時は部屋を解約しますが、退去株の処分にもお金がかかるので、そのための貯金でもあります。生きてていいのかな？頑張れば社会復帰できるかな？死んだ方がいいかな？って、揺れる日々です。今日はキャベツが安かったです。生活保護か否かは別として、障害者手帳を持ってると、交通機関によっては割引が効く。公共施設や博物館、映画館なども割引になるところもあるそう。
近所では公営運動施設が無料になるので、ウォーキングできるようになったらチャレンジしてみようと思う。家族とか周りの人たちの理解はどんな感じ？白い目で見られたりしてない？知っているのは身内と友人二人のみで、疾患を理解してもらっているからか、関係は悪くありません。それ以外の知り合いにはカミングアウトしていないです。未だに精神病は世間の誤解や偏見が多い。まして生活保護も絡んでいるならなおさらだろう。年金もらうまで生活保護だったけど、障害厚生年金出て生活保護は全額返したよ。生活保護はきついよな。節約しないと暮らせないもんな。一番の底辺時代だったな。障害年金詳しくないのですが、よかったですね。額が出るということは、付き合うのも大変な障害かと思います。頑張ってという言い方は良くないのかもしれないですがくださいね。うつ病と乖離性障害で障害者手帳と障害厚生年金2級です。生活保護なら加算がつくとこなんですけどね。差し支えなければですが、いかなるわけで生活保護を？自分は双極で、手帳は3級です。うつはなんとなくわかるのですが、そううつのうつとはちょっと違うとは思いますが、乖離性も話に聞くと辛いようですね。感慨しますよ。手帳3級ですか？なかなか微妙なとこですね。作業所とかに行かれるお考えはないですか？私は作業所行ってたのですが、抑うつがひどくなってダウンしました。福祉課で作業所相談したのですが、あまり勧められませんでした。そうか、A 型でも通えば生保に1万、5000円ぐらい上積みできるんですけどね。ちなみに生保いただいている時は作業所に通ってました。一気に幸せな未来が訪れることを祈らずにはいられない。そんなスレであった。朝食は目玉焼きトーストでした。トマト缶を少しフライパンに入れて、砂糖と塩加えて煮詰めると、缶にトマトケチャップになるので、それをトーストに塗って、目玉焼きを乗せました。美味しいと感じられるのが幸せです。市民ボランティアを見つけたので、体調不安定でも可能か、聞いてみようと思います。一致が順調に回復し、社会復帰できることを心よりお祈りする。一致の生活の知恵が満載なスレだったな。そうね。一致のお金に対する真剣さが伝わってきたわ。それと同時に、生活保護を受けている自分を、情けなく感じているようだったわね。でも、一致は病気なんだろ？やむを得ない事情なら堂々と受給したっていいじゃないか。後ろめたく思う必要はないけれど、生活保護に対する世間の目は決して温かいものではないわ。でもそれは、一部の不正受給者たちが原因。一致のように自立した生活を目指し努力する人たちはたくさんいるわ。そうだよな。努力してる人たちの方が多いはずだぜ。そうよ。マリサも一致を見習って今日から真面目に頑張るのよ。努力は十分にしてるんだぜ。認めてほしいぜ。そうね。最後までご視聴いただきありがとうございます。生活保護にまつわるトラブルやびっくりしたことなどありましたら、ぜひ体験談を聞かせてください。そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。